張。緊張がすごいよ。もうなんか一人だからさ。あやぴです。今日は愛の力を開封していきたいと思います。いつも言っておりますが、今回も事前情報はほぼゼロの状態で開けていきたいと思います。箱を開けたらもう3人ぐらいバッてこっち向いて見えてたんで全員見ちゃいました。シュワちゃん、みぎゅー、れーちゃん、ほしくん、れーちゃん、じゅんぴー、いやー嬉しい。ドギョマーかわいい。ドゥ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 エスクープス、ありがとうございます。ということで、得点はこの6名でございました。レイちゃん、緊張がすごいよ。もうなんか一人だからさ、なんか緊張するし、なんか全然テンポがつかめない。通常版開けていこうかな。せーの、ドゥルン、うわ、めっちゃかっこいい。こういうのが13種類しかないってことだよね。それだけって思っちゃうね。なんか慣れって怖いな。初回限定版だっけな。これなんか待って、一人？いきます、せーの。あ、待って、開かない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 。あれ、上半先輩ですね。あ、嘘、ちょっと待って、これはパッケージがもしかして13種あんの？うわ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 、オーマイガーシ、なんか入ってる。うわ、すごい、なにこれ。え、なに、ちょっと待ってね、ちょっとこれ見るわ。今年も一緒にいてくれてありがとう。来年も一緒に楽しいことたくさんしましょう。これはこのパク、あれ、来年はドームツアー期待してますぜ。え、ちょっとスポしてるよね。いや、これわかんない、こういうことあんま言うのやめよう。あんまね、期待したらいけない。せーの、ドゥン、ボノリだ、ボノリだー。もうこのリボンがさ、めちゃめちゃ可愛いくらい、このかっこいい美女にデカリボン。ボノリもね、 MV の美女今回めっちゃ好き。じゃ、ちょっとカラット版先に行っちゃおうかな。なんかカラット版でもなんかでかい、厚みすごいよね。昔のビデオみたいじゃない？知らない子の方が多そうだけど、あの昔の写真だ。この写真めっちゃ可愛くない？みんな、これは何？あ、トレカ見えちゃってたかな今。これにみんながいて、裏にね、メンバーからのメッセージが、うわー、書いてある。トレカ行きます、せーの、ブルン。通常版から上げていきます、せーの、ドゥルン、スンガンちゃんだ、かわいい、猫。じゃあもう一回初回で、そうだった。こっからじゃんね、ごめん。めちゃめちゃサクッと開けちゃいました。デレン、ボノリ、クリスマスカードかな。デレン、このビジュ、このビジュ、このビジュ、待って、いや、 MV で見た時さ、思わずなんか声出たもん。愛の力をたくさん聞いて素敵なクリスマスを過ごしてください。過ごします。じゃあトレカです、せーの、ドゥルン。わー、来たー、今回来ないかと思ってたよ。ちょっとゴミついてる。カラット版の方のクプスめちゃめちゃ欲しいんだけど。さあ、このビデオみたいなやつ、開けたら出てきちゃってたんだけど、ちょっと待ってね、一回落ち着こうね。はーい、せーの、あ、ほら、これレイちゃんがいないとさ、あの喜びをどう発散したらいいかわからん。もう一回ちゃんと言います、せーの、本当にあんまり見れないんだよ今のところ。まだ洋服の模様しか見てない。うわ、ちょっと待って、本当に見れない。かわいい。今配達が来てくれたことによってちょっと落ち着いたんですが、あ手
ということで以上愛の力開封結果でございました。ちょっとね初めて一人でやったのでもうめっちゃ緊張したしまだしてるんだけど、なるべく一人でも楽しんでもらえるように動画頑張って撮っていくので、よかったらぜひ見てくれると嬉しいです。ちょっと12月は開封系が増えそうですということをあらかじめお伝えしておきます。ということで今日はここまで。バイバーイ。